んこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。はい、画面がピンクたま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 ピンクピンクになってます。はい、じゃあ今日は何ですか。今日は、YouTube でどんな動画見たいみたいなを募集したら、なんか質問を結構くれて、みんな。あー、動画、こんな動画ってよりは質問が来たってこと。あ、そう、まあ、雨の書き方も悪かったかも。でも、まあ、質問が来てありがたいことに。はい、ありがとうございます。なので、せっかくなら質問にも答えようかなと思いまーす。イエーイ。最近私らは30歳になったんでね。初、はい、30歳初質問コーナー。何でもつけたがる。30歳初、はい、カバンの中。はい、そうそうそう。じゃあ、早速質問に答えていきたいと思います。はい。じゃあまずこちら、ふみあみちゃんが2人で旅行行くならどこ。ハワイじゃない。韓国じゃない。あみはリゾート行きたいな。ふみは買い物したいな。あー、でも、あ、アメリカじゃない。でも英語が嫌じゃない。あー、まあ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 なんかあわあわしそうやん、うん、韓国やったらあわあわしやんやん。うんうんうん、喋、うん、れるから、うん、あと買い物もカフェも可愛いやん。うんうん、私はソウル。あー、確かにいいな。ソウル行ったらもうふみが全部喋ってくれるから私は楽に。うん、絶対そう。私英語が嫌。あの行きたい場所、そう、何も考えず行きたい、うん、ハワイとかアメリカとか行きたい、うん、けどまずハワイの飛行機の長さ無理アメリカも無理。アメリカでショッピングしたい。したいけど、うん、車とかウーバータクシーとかめんどくさそう、いろいろ。でそれ2人ともめんどくさいやん、うん、なんか、みたいな、なんかちょっと疲れてきそう。確かに確かに、もう今日ホテルおるみたいな。そう、ぐだってきそう。行きたいけど面倒ないみたいな。面倒ないなるほどな。じゃあソウルっていうことで。はい、ソウルで。はい、カバやなバイトで失敗してしまいました。首切られるんじゃないかと怯えてます。そういう時どうしますか。バイトやのに責任感ありすぎちゃういや珍しいな、そんな。めっちゃ偉い。偉いな、うん、私らもバイトの時こんなんじゃなかった。でも確かに確かに、ちょっとでもミスしたら、あ、マジでやばい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 みたいな明日どうしよう、どんな顔して会えばいいんやろみたいな、なってたやん。なってた。でもなんか私思うに最近の子って言ったらあれなんかも知らんけど、なんかこんな子あんまおらへんなって思うね。割とフランクで、まあ、私にも選択肢はちゃんとあるんでみたいな、うんうん、すごいいいことやと思うし、うん、偉いなと思うねんけど、みんななんか私らがちょっと昭和っぽいんかもね。なあだいぶ昭和。一回入ったらもう私らってさ、すごい尽くすよね、うん、会社にね。バイトであろう、社員であろう、うん、何でもやっちゃうから気持ちめっちゃわかる。なあ、怖いよなそういう時、うん、でもあの一回の失敗で切ってくるような会社はもういいと思う、私は。うん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 、あのその数回失敗して切られるのはわかるけど、一、うん、回の失敗をそこまで怒ってこられたら、そうやな、もういいと思う、それは。こっちからもうそれこそお断りになっていいと思う、うんうんうん、私は会社の子に怒る時も一回の失敗は絶対許す、うんうんうん、誰でもそうやと思うから、うん、失敗はあるから、うん、ただ同じ失敗をもう一回3回4回ってやってたら、さすがにちょっと違うでってはなってくる。でもその失敗した後もなんていうかな、素直にちゃんとすいませんでしたって言うだけで全然違う。全然違うと思う、まあ、それって人間やからさ、うん、あっちも挑発的やったらやっぱそれはその上司も怒ると思うし、うんうん、でも向こうがほんまに反省してて、うん、まあ、2,3 回同じ失敗してたとしても、うん、めちゃくちゃ反省してて、うん、ほんまに自分どうしたらいいんやろ、うん、どうやったら私変われるんやろっていうのがすごい伝わってきたら、うんうん、なんとか手を差し伸ばしたいと思う。こっちも変えてあげたい、うんうん、助けてあげたいってなるから、うんうん、まあ、人間対人間よね。そうなんですよね、結局上司と部下でも、うんうん、でもそれを分かってくれへん会社やったらもういいと思う、私は、うんうんうん、やめちゃいな、うん、バイト先なんていっぱいあるはい。もし双子じゃなかったらどんな仕事をしてたと思いますか。いや、兄弟やったとして、でもとりあえず多分2人で何かはやってないやろうね。あー、確かに、ただの普通の兄弟やったら、うん、まああれやもんな、年齢もちゃうかったり、うん、学年とかもちゃうかったら就職のタイミングもちゃうもんな。アミは普通にあの就職してそう。確かに就活ちょっとしてたんで、うん、普通に就職して、でもアパレル系やったよね、 EC 系の。今とあんま変わらん。そうやな、うん、アパレル EC とかに入ったかもしらん、うん、ほんでまあ
どうやろな、でもずっと働いてるかな、ずっと働けるかな分からへん。でもまあ頑張っちゃうんやろうな、辞めたい辞めたい言いつつ頑張っちゃうんやろうなみたいな、うんうんうん、しんどいしんどい言いながらも。そうやな、私ら転職とか難しいタイプやろね、うん、結構頑張っちゃうタイプやろね、うん、私は大学の時雑誌の編集部でちょっとバイトさせてもらってて、うん、楽しかったよなめちゃくちゃ、うん、とかやっぱ作ったりするの好きやから、うん、どっちにしても芸術系で働いてたと思う。そういう作ったりものづくり系、うん、ものづくりやったり、うん、最近は空間づくりが好きやったりするから、うんうん、そういうなんかこうデザイン系やと思う、うん、やるならなるほど、そっち系がやりたいかったけど、まあまあでも大学卒業時点では多分何してたやろな、海外行ったと思います。ふみは海外行くって言ってた、うん、人と話すときに心がけていることはありますか？へえ、まあでもそれは人によりけりやな、会社の子とか友達、うん、家族には全部ちゃうかも、じゃあ教えてください。会社の子はなるべく話を聞いてあげようと思う、うんうんうん、みんなの話を聞いてあげたいなっていう気持ちが大きい、うん、で友達には自分の話を聞いてほしい心許してるから、うん、ほんで家族にも自分の話を聞いてほしいかな。友達と家族は似てるかも。でも私は心がけてることは、うん、否定しない、うんうん、とりあえず否定しない、うん、それは全てにおいて、確かに従業員に対しても友達に対しても家族に対してもね、うん、全部に対して私は否定したくなくて、うん、肯定してあげたいし、うん、なんか私ともし違う意見やとしても肯定しながら自分の意見も言うそうやけど私ならみたいな、うん、まあふみならこうするけどでもそうなった気持ちもすごいわかるっていう風に、うんうんうん、なんか確かにその状況やったらそういう行動しちゃうよな、うんうんうん、でもそこでなんかこうしちゃうと後で自分後悔しそうやなって思うから、うんうん、今ならまた強く出るかなとかさ、なんていうんやろ、うんうんうん、なんかこう一旦私は肯定するっていうのは全ての会話で心がけてます。でも絶対そうやん、女子って肯定してほしいし共感してほしいから、うん、話してくるってことはイコール共感を求めてるから、うん、否定を求めてないから、そうそう、でも誰でもじゃない、うん、やっぱな話すときは共感自分もしてほしいからだし、ほんまに求めてるときはほんまに正直にどう思うって聞くよな、うん、そうやな、正直にどう思うか言ってって言ってきたら正直に言うかもしらんけど、うん、基本的にやっぱ聞いてほしい、共感したい生き物やんな、うん、ほんまに心がけてることはそれ。そうだね、あと目を見て話すとか、まあ単純なことやけど、うんうん、あんま目見すぎてもしんどいと思うけど、今日は見なあかんタイミングみたいなのあるやん。あ、そうやな、真剣な話、うん、とかは目を見たり、まあまあそう従業員のこととかは手つないだり、うん、なんかこうちゃんと伝わるように話すようには心がけてる、うん、すごい手つなぐ、すごいな、手つないだりもする、なんかそのちゃんと聞いてあげたい時とかは、うんうんうん、伝わる気するやんなんかそういうのとかをしたり目を見たりしますね、はい、お互いのパーツでここは交換したいってところありますか？うわ一緒やからなほぼ、アミはパーツ、パーツ、パーツ、眉毛、あでも眉毛、まつ毛、あめっちゃ長いけいかい2人ともまつ毛長い、めっちゃ長いやん、ふみは。なんか伸びてんな、まつ毛長い、私産後で今まつ毛スカスカやからまつ毛欲しい。でも髪の毛もいいな、私ここなんか上向きに生えてんの嫌やから。毛ばっかや身長は欲しい、身長2センチ、うん、2センチでも欲しい。歯、歯もいいな、歯でかいの嫌やから、ちょっとちっちゃいな、雨の方がちょっとやで、ほんま1ミリぐらいでも羨ましい。すごい、ほぼ一緒やけど絞り出せば、なんかある毛感だよ、毛感もう生え方やろ、毛の私眉毛とかうなじとか生え方やん、はい、実家に住んでた時親と家事の分担どのようにしてましたか？でも結構してたね。そう、なんか両親共働きでほんまちっちゃい時から鍵っ子やったよな、鍵
鍵っ子は小1で小4の時にお母さんが腎臓でちょっと入院して、あ、そうや、腎臓病、急性腎炎になってんの、なって、その時に入院した時になんかその時から今みたいなオイシックスみたいな材料届く系やってんな、あ、実家がな、よし系やったから、献立が決まってて、うん、材料が毎日届くからそれをレシピ見て作るみたいな、そう、だから小4で初めてしっかり料理したかも、確かに。それまでは電子レンジの料理とかはしたことあったけど、うんうん、ちゃんと一人前のなんていうの、味噌汁、うん、おかず、小おかず、米みたいなの作るようになったのは小学校4年生の時で、うんうん、その時に、何曜日はご飯担当がふみ、うん、で洗濯担当、うん、お風呂担当、お風呂担当、犬の散歩担当みたいなのを3姉妹で分けて、何週間2週間ぐらい入院してたのかな、なあ、どうやってなんかやって、そこからはなんか結構みんなでやるっていうのが、うん、うちの家では定番になったかも、小4以降が、うん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 、でもお母さんもそれにまあ入って入院、うんうん、退院してからは、うん、だから朝はいつもお母さんがやっぱ散歩してくれたり、まあ、結局お母さんがめっちゃやってくれてはいたけどね、そうやな、でも大きくなってからはなんか時間があったら今日網ご飯作るわ、うん、とか言って、うん、なんか早く帰れた日とか学校がなくて、うん、僕は人はそうばんかった日とか、うん、やってたやってた、やってたな、あと洗濯はね、溜まってそうやったら勝手にやってて、まあたまにやって褒められたくてありがとうって言われたくてじゃない確かにそうやんな、ほんま子供って純よね、うん、純粋なんすよ、けなげやわ今思ってもお母さんのありがとうが欲しいがために頑張って洗濯干したりお風呂洗ったりやっといたでって言いたいみたいな、お母さんもだからうまいよね、そう考えたら、確かに、うん、うまかったやと思う、ありがとう、助かるわみたいなそう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 どうしてお母さんにタメ口なんですか、これギリギリ実家ギリの、そう、あのお母さんと動画撮った時にえ、タメ口なんですかみたいな結構コメント来て、うん、え、逆にみんな敬語なんですかってなったんやけどでもそんだけ仲良しってことなんじゃないの、あの距離が近いというか、うん、だから最初からタメ口じゃないで、最初はやっぱ敬語で喋ってたし、でももう付き合いも6年とかなってるから、うん、だんだん仲良くなってて、結構な頻度で行ってるし、めっちゃ仲いいよな、うん、なんかあのお母さんもさ、すごいさ、アミにさ、友達みたいに接してる、あ、そう、接してくれるから、アミちゃんこれ見てとか、今日服めっちゃ褒められたでとか、うん、ジュメラのカバンも持ってったから美容師さんにどこのって聞かれたでとか、あの言ってくれるから、嬉しい、だってないな、ふみの家にも、あの大阪の家、私タワーマンション住んでるんですけど、タワーマンションどんなんか見たいから行っていいって、そうそうそう、せやの、あの旦那のお母さん、アミの旦那のお母さんとお父さんが私の家に遊びに来るっていう謎の、そうそうほんま面白いね、そういうのとかもめっちゃ私にもフランクで接してくれるお母さん、うん、だから友達、私も友達みたいに、確か私もタメ口かも、そうやな、うん、せやのお母さんが、お母さんみたいな、うん、お母さんそれでさみたいな感じかも、確かに、ほんまやわ、だからあれ人柄やね、お母さん、あ、そうやな、うん、あめももうすごいお堅い旦那さんの母上みたいな人やったら多分絶対敬語、確かに、すいません、お母さんの人柄やわ、そうやわ、人柄がすごいなんかのほほんとしてて穏やかで優しいオーラに包まれてて甘えたくない、なんかほんまにそう綺麗な心の持ち主って感じじゃない確かに、だから甘えたくもなるし、すごい何でも許してくれそうみたいな、受け入れてくれそうとか思って、アミも甘えて敬語じゃなくタメ口で喋ったりしちゃってますね。でもいいんじゃない、それは家庭それぞれやし、私もかんちゃんのお母さんとは仲良しやけど、うん、でも敬語、まあ、韓国は結構厳しいっていうのもあるし、でもうんとかもタメ口やん、確かに、うん結構言っちゃうねんやんか、なんか日本人ってうんって言うやん、うんうん、あの聞いてた時うん、混ざるよな、なんかちょっと、うん、で韓国はねえ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 、うん、っていうのがはいはいはいって意味やん、うん、なんかだから普通にうんとかは使う、うんうんうんねえうんねえみたいな、でも何々ですよねねえみたいな、うん、何々です何々ですと言うけど、なんかお互いお母さんはほんまに優しいお母さんよね、いやほんまにありがたいことにね、うん、という感じで我が家はタメ口で喋らせてもらってます、ありがとうございますめっちゃみんなびっくりしてんな、それへえ、そんなびっくりするんやって、アミもびっくりしてそうやな、確かに
はい、新卒でワーホリ留学へ行くか保育士になるか悩んでます。人生の価値観について知りたいです。おでもどっちもなんていうかな、この留学行って、まあ、人と違う道を歩むみたいな、うんうん、もうすごいことやなと思うし、まっすぐ保育士になってまっすぐ歩くというか、うん、もうすごいことやし、人生の価値観って難しいけど、価値観ってむずいけど、これで悩んでる時点で多分ワーホリ行っとかないと、うん、後で後悔する気がする。ワーホリは期間が決められてるから、うん、で保育士さんのそのなんていうの、もう卒業して 2,3 年目の1年目っていうのはなるやん。だから後で帰ってワーホリ帰ってきてから保育士になるってことは、うん、前の縁がなくて、うん、新卒で新卒やけどワーホリ行って、うん、で1年目ってなったらやっぱその自分より年下の人が先輩とかにもなるわけやんか、うん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 、そこで自分がどこまでそういうプライドがあるのかないかとかも大事な気がする。確かに私はマジで人間は年齢じゃないと思うから、うんうん、よりなんていう価値というか自分の経験値、経験値、そう、経験はほんまに行動しな経験できひんから、お金で買えへんよな、買えへん。でワーホリなんか年齢が決められてるっていうのもめちゃくちゃ私もいけんかったけど、うん、なんか今になったらやっぱりそう振り返った人は絶対そう言うと思う。言っとけばよかった、言っとけばよかったって。だって言うけど自分は実際その時はね、その場に立ったらなんか保育士になるっていうのもすごい素晴らしいことやし気持ちわかる、うん、なあ。だからほんまに難しい、うん、真面目なんやと思う、うん、でもあの一回もあの踏み込んでみたらそう思ってるならちょっとでもそうあるなら結局私みたいに行きたかったみたいになるで、うん、ずっとなると思う、うん、だから一旦踏み込んでみるのもいいと思うし、なってて私もこの先の未来、うん、ワーホリじゃなくても今から何かあるかも、留学とかちょっと考えたりするもんな。そうそうそう、やっぱりなんかこう違う形で海外行くことがあるかもしらへんから、うん、なんかどっちにしてもいつ叶えるかの問題なのかなっていう感じは。なんかほんまに行動するときってさ、もう走り出すって感じでさ、うん、誰も止められへん。そうそうそう、自分が決めたらね。そう、決めたら。だから悩んでんねん。だったらすごい早いよな。早い。でも海外留学してワーホリして、まあ、1年間でその 多言語、うん、違う語学を学ぶってなって学んだ後の保育士の見え方も変わるし、仕事の幅も若干広がるかもしれない。その外国人のいる、まあ、インターとか、確かにその英語かは分からんけど、ワーホリがどこか韓国かもしれへんけど、うんうんうん、まあ、その韓国人のとかなんかこうまた広がるよね、幅は。確かに。しかもあれも悪くない、最近のワーホリで向こうでベビーシッターとして住み込みで、あ、保育士免許が役に立つっていう、うんうん、あ、それもすごいいいな、うん、かわいいやん、外国なんかちゃん。っていうのもブログでなんかななみさんブログかなんか YouTube 見てて昔、あ、見てたな、うん、見てて。だから今も、まあ、やってはると思うんでよかったら、うん、そういう方もいらっしゃいました。へー、いいな、まだまだいろいろと可能性無限大な。私らはちょっと今はね子育てとかね、いろいろご責任が会社と会社も持ってたりで、なかなか一人身で自由にポンポンとは動かれへんな。うん、じゃあ動ける時にね、ぜひ動いてほしいけど、はい。何かにつまずいた時はどうしますか？かっこ物事物事につまずいた時、海の考え方はまだ私成長する幅あるんやって思うねんな。昨日ね、昨日その話してて、そうそうそう、そう、なんか失敗したり、うん、まあ、壁にぶつかって、うん、もうめちゃくちゃ辛いこと、うん、なんでこんな私嫌なことばっか起きるんやろ、うん、みたいな時は、うん、まだまだ成長できるんや、もっと人間深くなるんや、ありがとうってなんですか。そうって思うようにしてる。なんか人間の価値はその別に決められへんけど、うん、私がたくさんいろんな辛いこととか経験した分、うん、同じように辛いことある時誰かを助けてあげれる、うんうん、今こうやってみんなと喋るようなお仕事をさせてもらってる以上、うん、自分の人間味を深めてなるべくなんかこうみんなにいいアドバイスをあげれたり、自分が乗り越えたからこそ与えれる言葉があったりするやん、うんうん、だから、あ、そういうことなんや、私の使命やと思いながら
乗り越えてます強いでもこう思ったらちょっと楽になる。確かに家族とか助けれるかもしらんし、大事な人を守れる強さを与えてもらえてるんかもしらんし、乗り越えれへん壁は絶対ないと思うから、結局は乗り越えんねん、うん、時間とかどんな形であるな、人とかいろんなことがあって結局は乗り越えるけど、そこまでの消化時間というか、うん、自分の中で持ち込み方なんていうんやろな、自分の中の収め方、うん、みたいなのに結構こう悩んだり、うん、疲れたりはすると思うんやけど、結局は乗り越えるからそこをゴール、うん、ゴール地点はハッピーやね、うん、やろ、うん、でそこまでの歩み方を考えた時に、もうずっと暗く疲れたしんどいって歩むのか、もう未来を見て早い段階から切り替えて、うん、そっちに向いていくのか、まあ辛いことはそれは2時間ごととかにまた思い出すかもしれないけどその度に襲いかかってきて、そうそう、でもそんな暗い顔してる1日1秒もったいないやん、うん、人生1回ないやし、私そっちの考え方やな、うん、なんか乗り越え方は分からんけど切り替える、ね、どっちかって言ったら、でもそれが多分難しいね、切り替えるってみんなにとった、まあ、私も結構切り替え早いからあれやけど難しい。だから未来を見よう、未来を見よう、そう、その例えば振られたとか簡単なことやったら、うん、次の彼氏と出会うきっかけになった、もっといい人、もっと自分にとって最高な相手と出会えるきっかけになったって思うとかさ、うんうんうん、会社で失敗したら次の成功のきっかけになった、同じ失敗せんためのきっかけになったし、ほんまにそれよく言ってたな、これぐらいの失敗で済んでよかったやん、そうそうそうやな、これ失敗すこれしてなかったら次多分何ヶ月後にもっとすごい負債の失敗してたかもしらんとかな、うん、そうやで、借金抱えてたかもでよかったやんとか事故が起きても人殺さんでよかったやんとか、いやほんまそう、車から車が車の傷ぐらいよかったやん、お金で解決できるならよかったやんっていつも、もうお互い言い合うよなそう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 、もうもっと最悪な段階があるからきっと、そうそう、うん、それをいつも想像して、ああよかったよかったまだマシやって思うじゃあこれ最後の質問にします、はい、めっちゃ聞かれるやつ、はい、2人目は考えてますか、なんかこれって多分聞きにくいんやろうな、うん、みんな日常ででもめちゃくちゃ多分ほんま無意識でめっちゃ聞くけど、聞かれた嫌な人って結構おるやん、うんうん、意外と、うんうん、おるおる、私大丈夫やから、うん、聞いてもらって大丈夫なんですけど、もうめちゃくちゃ聞かれるんで、答えると今は会社頑張ってやってるんで、ほんまに今2人目すぐにっていうのはちょっと考えれへんかもしれへん、うんうん、今結構バタバタしてるから、この状態でもう一人自分が出会ってしまうと、うん、大切な存在がもっと増えると、なんか今自分の中でも今の自分に満足してないのに、なんか満足できる育児ができる自信が正直今はない、うんうんうん、っていうぐらいちょっと会社にフォーカスしてる自分もあったりするんで、もうちょっと自分の中でなんかこう落ち着いてきたっていうか、作りたいなって思うタイミング、うん、確かにが来た時に出会えたら、うん、ベイビーと、うん、もうそれはもう奇跡と運命のあれやから、そうやな、出会えたらまあまあその時は産みたいなと思うけど、今はちょっとあれやなって、今ちょっと負担になっちゃうな、うん、確かにっていうのが正直な感想です。うん、しかもちょっと男の子やから兄弟作ってあげたいってのもあるけど、なんか男ってあんま兄弟でつるまんやん、そうやな、どっちかって言ったらこう友達、うん、と遊んでる印象がある。まあまあでも親のことか、親の老後とか考えた兄弟作ってあげたいんやけど、うんうんうん、まあまあでもまずは自分で自分のことを大事にしてから子供のことを考えようと思ってるんで。いやでもほんまそうやんな、はい、自分のことなかなか後回しになっちゃうよな、なっちゃうから、なんかまた2人目考えれへん。私は欲しいんですけど、まあ普通の気持ちとしては、うん、それこそアミは兄弟絶対作ってあげたいって感じ、うん、作りたい、で自分も欲しい、うん、やっぱ月が女の子だったっていうのもあるし、自分が女兄弟でめちゃめちゃ助けられた、うん、今回子供出産する時もお姉もふみも出産してたから、うん、ほぼ自分で何も調べずに、うんうん、全部2人が助けてくれたし、なんか心強かったし、すごい3人で遊ぶことも多いし、ほぼ毎日3人で LINE してるし、うん、やっぱ兄弟ってかけがえのないものやなとは、うん、じゃあ大人になってから特に思うし、うん、子育てもこうやってみんなで協力し合ってしたら楽しくできるし、なんか女の子やからこそ兄弟は作ってあげたいなって思うんだけど、うん、でも
私は男の子が欲しい女兄弟を好きな子と思うと作ってあげたい、うん、私らみたいに男を育ててみたい、育ててみたい、うん、っていう気持ちがいろいろあるのと、でもまあ今はねまだ年子で産む人はすごいなと思うんだけど、まだ1歳にもなってないから、なんかまたすぐ出産するっていうのはまだ想像がつかへんというか、うん、妊娠もね、うん、なんか今まだ産後っていう気持ちやねん。わかる。もうすぐ1年、うん、もうすぐ1年、1年経ったらまた気持ちは変わってくるんかもやけど、うん、今は今妊娠したらえ、またみたいな、うん、確かに感じがあって、なんかあそろそろ妊娠、妊婦も忘れてきた、痛みも忘れてきたみたいな頃に妊娠したいなっていう感じはある。なるほど。あ、まあ、あの現実的な話、仕事とかあってちょっと難しいんですけど、うん、うん、でもまあ現実的な話は置いといて、自分がの希望としてはそんな感じです。はい。じゃあ今日の質問コーナーはこんな感じで終わりますか。はい。はい。じゃあ今日も見てくれてありがとうございます。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。バーイ。